パリオリンピック五輪柔道1日男子1 0 0キロ級準々決勝シャンドマルスアリーナ21年東京五輪金メダルのウルフ・アロン28パーク24が準々決勝で散った23歳で世界ランキング2位のイリアス・ラマニゼジョージア2回し50秒墨返しで技ありを奪われ逃げ切られた敗者復活戦へ回り意地の銅メダルを目指す ノーシードから五輪二連覇の夢は敗れたが、日本男子として初日から6階級連続のメダルは逃せない。2回戦は元世界王者で東京五輪銅メダルの本せか、ポルトガルと対戦。序盤から難敵と当たったが、試合終盤に美麗な内股で一本勝ちを収めた。初戦もオーストリア選手を、得意の大内狩りで技あり2つと1周。状態は良さそうだった。 3年前に世界の頂点に立った後、苦しみ抜いた。休養中に体重が少なくとも125キロまで増量。減量の負荷が増して力が入らない日々を送った。22年10月の講動館杯で実戦復帰して3位止まり。続く同12月のグランドスラム、GS、東京大会とワールドマスターズは初戦敗退と全く勝てなくなった。 昨年12月の GS 東京も7位。いよいよ五輪二連覇が消えかけ、引退も頭をよぎったが、この階級で日本のパリ代表争い1番手に急浮上していた当時18歳の世界ジュニア王者、荒井道博東海大に次ぐ2番手として今年2月の GS パリに最終選考が持ち越されることになり、命拾いした。大学の後輩を追う逆境に発奮その GS パリで 東京五輪後の国際大会で初優勝を果たし、男泣きした。男女14階級で唯一、内定が越年していたパリ切符のラスト1枚を逆転でつかんだ。ここまでの道のりがすごく長かった。安心した。パリへの道がつながった。振り返れば、金メダルの後は柔道の普及目的で可能な限りメディアに出演した。芸能人か、と批判され、ちょっとテレビに出すぎたな。 区にはきつい、死ぬ、と弱音も吐いたが、柔道人生のすべてをかける、投機した排水の GS パリで、五輪と同じ地で復活を遂げた。男子100キロ級では、井上康生も果たせなかった2連覇へ。この階級では前例のない部位にへ、東京五輪のように切羽詰まったり、プレッシャーを感じたりはしていない。一度、経験していることは大きい。 余裕が今の心と体にマッチしている」と話し、夢舞台に舞い戻っていたが、目指す頂には届かなかった。